久保さん、今回、迷うにしましょうか。迷う。ね。動画、アップしようか。知り合いか。メインチャンネルではね、まあ、アップロードできないっていうところがあるって、迷いもクソもない部分あるかもしれないですけど、まあ、制限がかかると、これ、言っていいのかなみたいなね。うん。だから、あの、 あんまり露骨なやつはね、できないですよね。まあ、あとはまあ、うん。まあ、やっぱ子供、子供系は良くないと思う。子供系は、僕もあれ学びましたけど、子供系は良くないんじゃないですか <laughs> うん。まあ、僕もね、あの、普通にこう喋ってる動画がペナルティ食らったんで、まあ、よくわかんないですけどね。 なんかその勉強会の話をしてたんですけど、多分あのね、多分昔だったからだと思うんですよ。なんか僕がその最終的に赤番食らったのが、その外部のサイトに誘導してるみたいな、なんかそういうやつだったんですけど、まあ今 YouTuber の方とか、別にその、外部にめっちゃ移動してるじゃないですか。a z o n まあ商品レビューもそうなんだけども、てか商品レビューですね。企業案件とか。企業に誘導してますよね。 YouTube を通して企業の商品に誘導してるっていう <laughs> そして YouTube 広告は企業のあのー、宣伝みたいな YouTube のプラットフォームでアクセスをその企業の宣伝企業の商品に誘導するっていうね広告自体ももうそれですしねうんだからまあ何が正しいのかね分かんないんですよ まあと、時代が変わればね、まあ YouTube の規約もどんどん変わっていってるし、今までだ良かったけど、これからダメ。だけどその、ルールが変わった時の曖昧さとかもね、あるだろうし、うん、どこまでがいいのみたいなね、うん。そう。人生は迷う連続ですね。こっちの道行った方がいいのか、こっちの道行った方がいいのかとかね。いろいろあるんだけど、うん でも結論を言うと迷うのはしょうがないんだけどやっぱその選択してそこを歩かなければ今の場所に留まるだけであって変化はなかなか難しいですよねうんなんか自宅にいながらハワイに行きたいハワイに行こうか迷ったとしても自宅から一歩も出なければ景色は変わらないっていううんハワイに行くのか北海道に行くのか どっか行くのか、まあ、場所、行く目的地は迷ったとしても、いずれにせよ、家を出なければ景色は変わらないっていう。うん。まあ、これがまあ事実なんですよね。うん、で、その、迷ったその先に、まあ、家から出た先に違う景色がそこにはあるっていうね。で、僕、少なくとも僕と久保さんは、うん、まあ、いろんなことはあったんだけど、 今の景色があるってことですね。それは何でかっていうと、まあ、歩き続けたってことですね。行ってらっしゃい。